こんにちは、藤織ひなです。今回はバルヘイムの遊び方についてご紹介していきます。シングルとマルチプレイ両方の遊び方を紹介していきますので、よかったら見ていってください。バルヘイムを遊ぶときには、まずはスチームでバルヘイムを購入していきましょう。上の方に検索欄があるので、ここにバルヘイムと入力していきます。バルヘイムと入力すると、下に項目が出るので、これを選択しましょう。バルヘイムのストアページが開けたら、少し下の方に行ってカートに入れるというボタンを選択します。サウンドトラックというものもあるので、間違えないように注意して購入してみてください。バルヘイムを購入するときには、少し下の方に行ってシステム要件というところを確認してみましょう。ここにはバルヘイムを遊ぶために必要な PC のスペック情報が書いてあります。バルヘイムが購入できたら、ライブラリを開いてバルヘイムを選択していきましょう。画面のはパブリックテストとついていますが、本来はバルヘイムとしか書いてありません。バルヘイムを選択すると、こんな感じの画面になるので、緑色のプレイというボタンを選択していきましょう。緑色のプレイボタンを選択すると、黒い画面が出てくるので、黒いボタンのプレイを選択します。バルヘイムが起動できたら、ゲーム開始を選択してキャラメイクをやっていきましょう。ここはシングルもマルチも同じ操作をやっていきます。画面右下にある新というマークを選択して、新しいキャラクターを作っていきます。キャラクター作成画面では、男女の選択、肌の色、髪型、ひげなどの選択をすることができます。自由にカスタムして好きなキャラクターを作ってみてください。男女の違いはこんな感じ。女性の方が細いかな。肌の色はバーで選択することができて、こんな感じの見た目になります。実際に肌の色のバーをいじってみると、こんな感じで明るくしたり暗くしたりという感じで、肌色を変更することができます。髪型はかなりたくさんの種類のものが増えました。左右の矢印を押していくと、こんな感じで変更することができます。髪型を一覧表にしてみると、こんな形になりました。ぜひいろいろカスタムして自分好みのキャラクターを作ってみてください。ヒゲは男性キャラクターにのみつけることができます。一覧にしてみると、こんな感じになりました。長いヒゲは結構動いて面白いので、ぜひよく観察して遊んでみてください。この画面でヒゲを選択しているだけでも、かなりよく動いて見てるだけで面白いです。髪の色を変更するときには、髪の色と金髪というところのバーをいじることで変更することができます。金髪のところで結構明るさが変わったりするので、いろいろいじってみてください。バーを一番端に動かした時の見た目はこんな感じ。金髪の部分はこんな感じの色合いになります。バルヘイムのキャラメイクは、選択する項目もそんなにないので、かなりサクサク作ることができます。キャラを回転させて、後ろの方も見ることができるので、くる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 回しながら確認して作ってみてください。キャラクターが完成したら、プレイヤーの名前を決めていきましょう。今回はテストと入力しておきます。完了を選択すれば、キャラクターが完成します。バルヘイムではキャラクターを複数種類作ることができます。それぞれのキャラクターを別のワールドに連れていくこともできるので、今まで使っていたキャラクターを新しいワールドに連れていくという遊び方もすることができます。ここからはまずシングルプレイヤーの遊び方についてご紹介していきます。使いたいキャラクターでスタートを選択したら、ゲーム開始の中にある新というところで新しいワールドを作成していきましょう。
名前というところに好きなワールド名を入力して完了ボタンを押しましょう。これでワールドを作ることができました。ワールドが完成したら、遊びたいワールドを選択した状態でスタートを押していきます。ロードには少し時間がかかるので気長に待ってみてください。次にマルチプレイのゲームの始め方についてご紹介していきます。遊びたいキャラクターでスタートを選択したら、ゲーム開始の中にある新というところで新しいワールドを作成していきましょう。名前というところに好きなワールド名を入力して完了ボタンを押していきます。ワールドが作成できたら、サーバー起動というところにチェックをつけてパスワードを決めましょう。パスワードが入力できたらスタートを押してゲームを起動してください。ホスト側の人がゲームを起動したら、参加側の人はキャラクターを選択してスタートを押しましょう。ゲーム参加の中にあるフレンドというところの中でフレンドの名前を探してみてください。見つからないときは下の方にあるリサイクルマークみたいな矢印を押して再読み込みしてみましょう。フレンドが見つかったら、選択して接続を押すことでゲームを始めることができます。途中でパスワード入力画面が出てくるので、ホストに聞いたパスワードを入力して先へ進んでください。クロスプレイをするときには、クロスプレイにチェックを入れてワールドを起動することで画面上部に参加コードを表示することができます。この参加コードはエスケープキーを押すことでも見ることができます。消えるのが早くて見損ねてしまった人は、ぜひエスケープキーを押して確認してみてください。キャラメイクとワールド作成が終わってゲームを開始すると、こんな感じでストーリーを見ることができます。ストーリーが終わると、巨大なカラスによってどこかへ運ばれていきます。しばらくすると石碑が立ち並んだ場所に降ろされて、ここがバルヘイムのスタート地点となっています。近くを確認してみると、びっくりマークのついたカラスがいます。このカラスはバルヘイムの案内役のフギンというカラスになっています。話しかけるといろいろ教えてくれるので、気づいたら話しかけておくと役に立つことを教えてくれます。フギンのチュートリアルの内容はインベントリ画面でも確認することができます。連打して飛ばしてしまった時などには、フギンという項目で確認してみてください。探索していると赤く光る小さな石碑を見つけることがあります。この石碑はボスの場所を示す石碑になっていて、 E キーで確認することで地図上に登録することができます。バルヘイムには様々なボスがいるので、見つけたらチェックしておくのがおすすめです。バルヘイムの世界に入ったら、周囲にあるアイテムをいろいろ拾って集めてみましょう。アイテムを集めることで様々なレシピを解禁することができます。一番初めに作れるのはインベントリー画面で作成できるものです。素材が集まったらどんどん作っていきましょう。周囲を探索していると敵に出会うことがあります。この敵からも素材をゲットすることができるので、殴ったりコンボを使ったりして倒してみてください。たくさんの素材をゲットして、いろんな建材や防具や武器を作るのが楽しいゲームなので、ぜひいろいろ集めて作ってみてください。最後まで見てくださってありがとうございました。バルヘイムはまだアーリーアクセスのゲーム、これからアップでも予告されていますので、どんな感じでゲームがこれから変わっていくのかがすごく楽しみになっています。順番にボスを倒してストーリーを進めていくのもよし、初期のバイオームでまったり建築をしながらのんびり過ごすのもよしな、そんな自由に遊べるゲームになっています。
ぜひ自分なりの遊び方を見つけて、このゲームを長く楽しんでもらえたら嬉しいなと思っています。建築もすごく楽しいので、ぜひ建築もたくさんして遊んでみてください。よろしければ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。